カレーのレトルト食品が自宅に届きまして、そちらをインターンシップの前に食べたんですよ。実際に営業ロープみたいなものをするっていう話だと思うんですけど。日本にあるコンビニの数よりも日本食券の顧客の数が多いということです。他社比較私してきたんだよというと皆さんの反応が良かったりするので。就活会議。こんばんは、就活会議の徳俊です。今回は日本食券のインターンに関してお話を伺っていきます。インターン参加者の K さんです。本日よろしくお願いします。大手食品メーカーから複数内定をいただきました、龍谷大学の K と申します。本日はよろしくお願いします。今回は日本食券のインターンに参加され、大手食品系企業に内定を複数獲得された K さんに、どういうポイントを意識して受けていくべきか、さまざまお話を伺っていきます。またこの動画を最後までご視聴された方限定で、日本食券内定者の模範解答をまとめなど、さまざま豪華特典をプレゼントいたします。詳しいダウンロード方法は最後の方にご説明しますので、漏れなくご確認ください。それでは早速お話を伺っていきます。では早速お話を伺っていきたいなと思うんですが、先ほどおっしゃっていただいた通り、大手食品メーカーにいくつか内定をいただいているということなんですが、もともと就活軸はどんなものだったんですか？自分が農学部に所属していたこともあって、食品メーカーさん一本で、はい、行かせていただいておりました。でその中でもやっぱりその聞いたことあるメーカーさんって自分にとっても本当に興味持てる企業でしたので、そういったところを中心に受けておりました。今回日本食券のインターンを受験しようと思ったのはなぜですか？もともとその日本食券さんは焼肉のタレであったり、そうした商品しか知らなかったんです。しかし実はその売上の9割を業務用に当てている、そういった企業の面白みっていうものをより肌で体感したいなと考えまして、インターンに参加しました。実際にインターンに参加もされたということなので、インターンに参加するまでの苦労を伺ってもよろしいですか？インターン参加するまでは自分でそのマイナビの方から日本食券さんにエントリーさせていただいて、そしてその ES 送らせていただいて、そこで合格もらったっていう形になります。 ES の特徴とかってありますか？特徴としては本当にインターンシップでどういったことをしたいかという簡単な質問でしたので、過去の経験談を少し書かせていただいて、その中でもなぜインターンシップに参加したいか、どういったことをその自分の成長とつなげられるか、そういったことを、はい、中心に書かせていただきました。結構基本的な部分をしっかり押さえて、自分と企業をしっかりつなげて書くというところを意識していければ、まあ、ある程度は通過しやすいかなという感じですね。はい、そう思います。 ES も今おっしゃっていただいた部分意識しながら通過できたっていうところではあると思うんですけども、周りの参加されてた学生さんって同じようになんか食品系の学知化があるような学生さんが多かったのか、それとも割とそこは関係なく内容が分かりやすく書けてて思いとしてしっかり伝わってるような学生さんが多かったのかでいうと、どう感じられましたか？そうですね、本当にざっくばらんな学生さんが受けてこられたと思いますので、多分皆さんその思いを書かれたのかなって思います。ここは学知化を無理に作っていくっていうことはしなくても大丈夫っていう感じなんですね。日本食券のインターンシップは数をこなされていると思いますので、しっかりその ES をどんな内容でも書きさえすれば、はい、いけると私は思います。今回参加されたインターンの内容はどんな、実は参加する前にカレーのレトルト食品が自宅に届きまして、そちらをインターンシップの前に食べたんですよ。でその食べた感想とかを自分で意見をまとめて、実際にそのインターンシップに参加した際にグループワークで学生の方とみんなでそのカレーどうだった、そういった話をまずしたんです。でそうした意見をまとめてグループで発表しました。その後に実際にその営業社員としてお客さんに対して日本食券の商品をどのように提供していけばいいかということを模擬交渉ではないんですけれども、模擬のその営業を行いました。結構コンテンツとしては盛りだくさんなんですね。本当に業務用の商品が多いところからカレー屋さんに対してはどのようにカレーをの具材を使っていただけたらいいのかであったり、パン屋さんに対してはその食材というものを使っていただいて新たなコラボした商品を生み出せばいいのか、そういったことまで、はい、考えておりました。今カレーに関してどういうことを考えてたかっていう話は今いただいた通りかなと思うんですけども、はい、なんかそのインターン参加までに他に気をつけることだったりとかありますか？就活会議と旬ダイリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。インターン参加までに他に気をつけることだったりとかありますか？日本食券さんのカレーしか食べたことないという方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、他社のそのレトルトカレーを複数ちょっと事前に食べてみることがいいかなと思います。そうした中でその日本食券のカレーはどういった特徴があるのかな、例えばスパイスが効いているのかな、吸った面も見えてくると私は思いますので、まずはその他社のメーカーのカレーを食べてみるところから始めてみるのはいいんじゃないかと思います。実際に届いたものだけを食べるんじゃなくて、その他のものも
いくつか揃えて食べ比べをするっていうのをやると結構効果的なんですね。そうですね、結構そのグループワークでも他社比較私してきたんだよというと皆さんの反応が良かったりするので、そういったところは、はい、意識されたらいいと思います。結構企業からの評価とか周りからの評価はすごく良かったですか？周りであまりその他の商品を食べ比べっていう方はいらっしゃらなかったので、この興味を持ってもらいました。インターン中に意識すると良いこととか何かありますかね？日本食券の商品がどういったその企業さん、例えば先ほど申し上げましたパン屋さんであったり、他のその居酒屋さんとか、どういったそのお店で販売すればいいのかな、そういったことを考えながら、はい、説明会でも、はい、聞かせていただいておりました。インターンのワークと、あとなんか企業の方と実際に営業ロープレみたいなものをするっていう話だったと思うんですけど、それが具体的になんかどんな内容になるんですか？まずはそのグループ内でどういったお店に対して日本食券のその食材商品を活かした提供をするのかを考えました。どんな居酒屋さんに対して商品を提供して営業を提案していくのがいいのか、そういったことを考えまして、グループでまとめてそれを代表者が、はい、発表するという形になります。じゃあ発表形式でなんかいわゆるこう営業というか疑似営業ができるっていう感じなんですね。はい、おっしゃる通りです。ワーク中は先ほどおっしゃっていただいた通りで、こう事前にできることをしっかり情報を集めて、それをこうブレストしていってっていうところだと思うんですけれども、発表のあたり、ブレストした後に気をつけるべき点としては何かありますか？ブレストした後は気をつけるべきこととしては、あんまりそこまでないとは思うんですけれども、やはりその自分がその考えた内容とか、最後にその社員さんの方に質問する時間もありましたので、その発表の内容を踏まえて疑問に思ったことを実際にできるのかどうか、そういった疑問点は、はい、最後に解決できると思います。確かにそれは実現可能なのかみたいなところまで聞けると非常に面白いワークでもあるかもしれないですね。今回のインターン通って早期選考への案内とか優遇って何かありますか？自分本当に期待していたんですけれども、実は早期選考はなくて本選考しか実はなくて、それが少しネックかなとは思います。どれだけここで頑張っても本選考で優遇されるとかはちょっとない感じになってしまうんですね。そうですね、優遇はないんですけれども、ただそのインターンシップに参加させていただいたその思い感想とかを本選考の際に述べると他の学生との比較に私はなると思いますので、全然そのインターンシップに参加したからといって無駄ではないと私は思います。 ES 免除だったりとかっていうのは結構他の企業でよく聞くところでもあるんですけど、それもこれはないですかね？はい、なるほど。じゃあしっかりネタ作りっていうところでインターンに取り組むっていう感じがいいですね。はい、おっしゃる通りです。では最後になるんですけれども、これから日本食券に挑戦しようと思っている学生に一言お願いいたします。私はその一番にその日本食券を受けていて驚いたことは、日本にあるコンビニの数よりも日本食券の顧客の数が多いということです。またその量販店の売り上げよりも実はその業務用の売り上げの方が大きいんです。そうした認識をしっかりされて日本食券さんを受けていただくことがいいと私は思います。思います。以上です。ありがとうございます。本日は日本食券インターンに参加されたケイさんにお話しいただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ということでいかがでしたでしょうか？今回は日本食券のインターンに参加されたケイさんに実際にどういう風な内容を受けられたのか、どういうポイントを気をつけるべきか、様々なお話を伺ってまいりました。これから日本食券や食品系の企業を受けていきたいという方はぜひ今日の動画をご活用ください。さて、ここまで視聴してくださった皆さんに豪華特典があります。特典1、内定者の模範解答まとめです。今日お話しした内容の他にさらに具体的なインターンから本選考の模範解答を全てまとめております。過去分から最新の情報まで全て掲載しておりますので、ぜひ就活対策にご活用ください。特典2、旬ダイアリーと共同開発した自己分析ツールです。たった3分の回答と簡単な登録だけで皆さんの傾向というのが全てわかる超画期的ツールです。操作も簡単で使いやすいツールとなっているので、ぜひ使ってみてください。特典3、現役社員による企業の実態まとめです。今回は現役就活生からお話を伺いましたが、実際に勤められている社員の声をまとめました。業務内容だけでなく社風、キャリア、福利厚生など内部の人だけが知っている情報を全てまとめております。全て概要欄の上の方に掲載しておりますので、ぜひご確認ください。また次回も皆さんの就活の役に立つリアルな情報をお届けします。見逃したくないという方はぜひチャンネル登録と通知ボタンお忘れなくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画がいいなと思った方は高評価ボタンポチッお願いします。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックするとあなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。